こんにちは、 AKB48 チームメイトアタイム県代表のハルピョンこと橋本アルナです。ちょっと朝ごはん味噌汁飲んでた、てか飲んでるこんにちは、おはようなのかな、やっほー。すごい、もう早速ありがとうございます。ノブロック TV さんをご覧の皆さん、ご覧の皆さん、ご覧くださった皆さん、ありがとうございます。はいやばい、みんなが本気すぎてちょっとついていけないすごい、もうこの話になるとすごい、みんながちょっと待って、ついていけない、ついていけてない。こんにちは、ありがとうございます。佐久間さんの YouTube 見ました、ありがとうございます。恥ずかしい恥ずかしい、なんていう、照れくさい、ガチ照れって感じ。ちょっととりあえずテロップを変えますねあれは佐久間さんにハマってるんですか、どうなんですか、わかんない。ちょっと待ってね、チャレンジバラ、そうですね、ワニ、そうです、あの時はワニ飼ってました。はい、もう今は飼ってないんですけど、あの時はワニ飼ってて、そうです私いつまでこれ、いつまで会長にはまらなきゃいけないんだろうおはようございます、熊高さん、お紅茶ありがとうございます、ありがとう。いやもう本当に、いや まだ知らない人だもいると思うんで、説明させていただくんですけど、昨日ですね、7時に公開されましたノブロック TV さん、佐久間さんのノブロック TV さんを見ていただいた方が多分今こうワニがなんちゃらみたいな話をされてると思うんですけど、そこでちょっと AKB メンバー一人が頑張って売れようとしているドッキリっていうのの仕掛け人をさせていただきました。はい皆さんが多分知ってる中でハルピョンが本当にこの日頑張ったんですよって言った日の、本当に頑張った日のあれですそう、本当に頑張った日のあれです。いやもうそう、仕掛け、一応仕掛け人のうちの一人なんですけど、なんかもう本当は私がハマりに行って、そのなんていうんですかね、まあ後で一緒に見よう配信もこの後しようと思ってるんですけど、ゲームをね、ドボンをめっちゃ頑張った3人、私、チャケ、セナタンの3人が今回こうドライグさんと AKB がコラボするっていうことで、そのコメント撮りに呼ばれたかと思ったら、まさかのそのドライグさんの会長さんがいらっしゃって、その会長にメンバーと一人がめちゃめちゃ頑張って自分を売り込むっていうはい、あれでした、のそのめちゃめちゃ頑張って自分を売り込む人だったんですよ。でだからもう本当、本来であればその2人のチャケとセナタンがどう対応するかみたいなのが、まあなんていうんですか、一番多分一番楽しみにね、みんなしてたりとかされてたりとかしてた部分かなと思うんですけど、
なんかもうすごい私がどこまでやりきれるのかみたいなもうそういうなんていうんですか試練みたいなのになっててもう本当に頑張った自分偉い褒めてあげたいですあの時の自分を。セナタンガチで弾いてたでもあの後一緒にセナタンとあのセナタンと一緒にちゃんとその最寄りの駅まで2人で帰ったので仲悪いわけじゃないです。はい、石渡セナちゃんドン引き引いてドン引きしてた子。本来の姿じゃないですよあれは。まあ確かに毎日でも売れたいって思ってるのは事実です。はい、だから今日一日が今日一日売れようとしてるとかじゃなくて毎日でも売れたいっていう気持ちは事実なんですけど、でもあのそうですねさすがに人のコメント奪ったりはしないですし、はい、人のコメント奪ったりはさすがにしないです、はい、催眠術はもっと暴走してるシーンもあったんですけどさすがに暴走しすぎたらしいいやもうやばいですよ多分。格闘技はやってましたシステマやってましたでしたね。アドリブここでやりますか？アドリブめっちゃアドリブすぎた。いやそうですね。でも、はい、もちろん毎日でも売れたいっていうのは事実なので、そこの点に関しては別に間違ってはないんですけど(笑)いやすごい緊張してました。ずっと緊張してた。だって私にかかってるって思ってたし、だってももちゃんとあのみーおんさんは見て楽しいじゃないですか。でシャキとセナタンも通常のそのなんていうのリアクションでいいじゃないですか。もうどれだけ佐久間さんのその指示をもとに私がやばいやつになれるかどうかで本当はツインテールしたかったんですけど、あの耳があのイヤホンで言ってたんですよ。そうイヤホンをつけてたのでバレちゃいけないから、そうだから本当はツインテールしたかったけどでもできないと思ってハーフツインにしようと思ったけど、ハーフツインもここだからこうするから耳が出るからダメだってなって、そのまあハーフツインだけど耳隠れるハーフツインでっていう謎の
謎のお願いをしたっていう、はいメイクさんに、うん、そうイヤホンで全部指示をいただいてました。基本的には佐久間さんの指示は、うん、そうなんですよねやばい。でもあんな先輩いたら絶対嫌だろうなって思います。だから本当にあの二人にはマジでごめんっていう気持ちしかなくて、うん、もう本当に笑いこらえ、もうなんか本当に笑いこらえるのに必死で特にあのナダルさんになってくださいって言われた時、事前に打ち合わせなくってナダルさんになってくださいって言われた時にもうそのこうやって睡眠してるじゃないですか、催眠術で、もうやばいと思ってノーみたいな。でなんかその私がノブロック TV さんに出演させていただくっていうのをその聞いて、どうそのなんて言うんだろう、普段とかなんか前に SKE さんとコラボされてた時のは見たことあったんですけど、そうもともと全然関係なく見たことあったんですけど、 SKE さんとそのドライグさんがコラボした時の佐久間さんのノブロック TV さんを見たことはあったんですよ。そうでもともと私水溜りボンドさんのことがすごく好きでラジオを聞いてたりしてたから、その時のオールナイトニッポンも聞いてたりしたんですよ。佐久間さんのオールナイトニッポンもそうたまに聞いてたりしたんですよ。なのでそのオールナイトニッポンつながりで、なのでなんかもうでそのそれを見ていたけれども、やっぱもう今一度そのどういうもともとどういう YouTube をされてるのかとかやっぱ見た方がいいかなと思って見たら、調べてみたら上一番上に出てきたのがそのナダルさんがなんか本当に超やばいやつになってみたみたいななんだっけ、本当なんか200万回再生ぐらいいってるらしい、いってる動画なんですけど、どれだ、あったコロチキナダルさんドーピングドッキリ、ナダルさんのナダルさんはドーピングで行っちゃってるっていう演技のやつをその一番上に出てきて、その当時調べた時に出てきて見たらやばいみたいな、待ってみたいな、私できるかなみたいな思って、でまあ普通にねとりあえず頑張ったんです途中まで。でそしたら催眠術のところでナダルさんになってくださいって言われて、もうあの映像が出てきちゃってそうもうあの映像しか出てこなくて、私がこうやってる時のやばいやばいやばいみたいな、そうしかもちょうど多分前日とかに見てたんですよその映像を、だからもう鮮明に思い出されるわけ、私やばいなみたいないけるかなって思いながら、とりあえず行っちゃってるやべえぞって言おうと思っていやあれは催眠術にかかって、別に言おうと思って言ったわけじゃなくて催眠術にかかったんですけどそうやば、もう それも見てほしいです皆さんに、本当にナダルさんすげえってなりました、マジで
でも会長さんも普通にあの役者さんらしいので、あの、はい、マネージャーさんみたいな、あの説明してくださってディレクターさんみたいな方も、ま、おい役者さんらしくて、そう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 、なのでそう、とりあえずそんな感じでした。はい、なんでドライブの会長さんではないです、全然。本当にやばい、やばやば頑張った。え、しかもドッキリが、初ドッキリがやる側、まさかの仕掛け人側だったなんてみたいな、うん、かけられる側じゃない、かける側でした。びっくり。うん、まあでも、いや本当にただただ、え、なんていうんだろう、あの断片的にしか私もまだ見れてなくて、なんか、あ、これこうだったなとか、ははみたいな気持ちで、まあ、でも全体的な断片的には見たんですけど、その通して18分はショールームで一緒にファンの皆さんと見ようと思ってまだ見れてないんですけど、今から見るんですけど、このあと、あのチャケの対応はマジで本当に、あれはもう誰も多分すごいっす、チャケがすごい。だから私も絶対セナタンタイプ、え、やばみたいな、この先輩やばってなると思う。うん、私も引いちゃうタイプだと思います。タケはすごい、あれは。え、指示に無理ですとか言えなかったです。うん、まあでもタケも多分自分、私よりも年上だから、だし普通に普段の絡みがゼロの先輩とかじゃなくて、うん、そうそうそう、ゼロの先輩とかじゃなかったから余計にあれだったと思います。うん、余計にちゃんとしましょうって言えたんだと思う。そう、めっちゃおもろかったな。めっちゃおもろかったな自分。いやもうみずみんとかいたら泣いちゃってると思いますよ。え、ハルピョンさんってこんな人だったのって泣いちゃうと思う。うん、ダメダメ、いさせられない、信じちゃいそう。うん、本当に。でもめっちゃそのなんて、多分エイトメンとかだったら気づいてたと思います。私がいつもと違う、いつもより喋ってるみたいな、打ち合わせとかの段階で絡みゼロじゃないけど100でもないみたいな後輩だったから、多分信じちゃう。うん、でやりそうじゃん。めっちゃやりそうじゃん、普通に。ちょっとやりそうじゃん。
私ワニ飼ってるんですよとか言いそうじゃん。そう、サプライズレバーさん、ウサギありがとうございます。ピースのおっさんさん、芋虫ありがとうございます。チョコの芋虫、いや本当全部あれは基本全部嘘ですので、あの捕まったこともないですし、システマもやったことないですし、あのワニも飼ってません。はいはい、あの人のコメント奪ったりもしないですし。はい、ちょっと催眠術だけはちょっと分かんないけど、基本嘘です。はい。基本も佐久間さんの指示なんで、あ、この人ワニ飼ってんだって思って、あの嫌いにはならないでください。あとストリートファイターもしたことないです。はい。ないです、捕まったことないです。飼っちゃいけない動物も飼ってません。ウサギしか飼ってません。はい。はい。全然。ワニいないです、すいません、家にワニいないんです。あとはもう一個なんだっけ、あれ何言おうとしたんだっけ今。忘れたな。忘れましたけど、あのはい、基本やったことないです、全部。すいません。あ、そう、髪もあのプライベートでは染めてないです、これです。ずっと変わってないです、あの派手髪。ブリーチしたことないは嘘だけど、全頭ブリーチとかもしたことないです。はい、あの皆さんが見てるショールームで見てる通りの髪色です。別にこれが配信が終わったらはぁってカツラとかじゃない、もうずっとこの髪色です。はい、まあ、セナタンより変な自信はあるんですけど、セナちゃんより変人な自信はあるんですけど、でもそれだけぐらいかな、それぐらいです。そうです。めっちゃ面白い。タイタイどういう意味、タイ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 、日本語が分かんない、やばい、タイタイ訂正しなくても大丈夫、タイタイ。あ、わざわざって読むんだこれ、わざわざ、へえ、漢字勉強になった、これでわざわざって読むんだ、わざわざ訂正しなくても大丈夫。あ、やばい、チャケのファンの方から反感買ってる、やべえ私。いや違うんですよ、違うんですよ。ごめんなさい。そうですよね、推しが切れてる映像なんて嫌ですよね、すいません、本当に本当にすいません。チャケのファンの方から怒られてるなんていうの、反感、その買ってるわ完全に、やばいやばい。やばいやばいやばい、いやーごめんなさい。
橋本春奈ちゃん、おしまい、ありがとうございます。ドッキリ中のカメラ、そう、私はカメラ回ってないって知ってるけどさ、あ、間違えた、回ってるって知ってるけどさ、でもさ、カメラ回ってない設定じゃん、二人は。回ってない設定っていうか、本当に回ってないと思ってるじゃないですか。だからそのなんていうの、どうしたらいいんだろうみたいな。え、なんか普通の私でいなきゃいけないじゃん、その会長さんが入ってこられる前の会話とか。そうそうそう、まあさすがにどっかでは気づかないのかな、私あれがノーマルだと思われてるのかもしれない、それはちょっと分かんないけど、うん、やばいですよね。でもやりきれる女ではあるのでうん、18分動画だったけど実は、え、もう、はい、もう18分どころの騒ぎじゃないですえ、てか私自身もカメラが回ってるっていうのはあったけど、知ってたけど、どこにカメラがあるのかとか全く分かんなかったから、そう、分かんなかったです全く分かんなかった、うん、でも終わった後にマジで涙が出てきたのは、二人に対してのごめんと、あー、やりきったーっていう、なんかだからこれがなんか嫌だ辛いとかの涙じゃなくって、別にあれは全く、そうなんかもう安心した、もうなんか二人がそのミヨンさんとももちゃんが、もう特にももちゃんがもう目の前に出てきた瞬間の安心感、マジももちゃんっていうもう佐久間さんはもうイヤホンから来るもう声がもう やりますはいみたいな気持ちだったからもうやりますみたいな気持ちだった、ずっとそうですね、なのでそこかな、なんか嫌だ、もう こんなことやりたくないとかっていう嫌より、そういうことじゃない、なんだろう、終わったっていうやりきったっていう安心感とかと、なんだろう、ごめん二人みたいな気持ち、うん、が一番強かったです、はい、そこですね一番は。もうだってチャケ、もうごめんセナタンもごめん、もう二人ともごめん、アーターさん、チョコ芋虫ありがとうございます、ありがとう。ヤナダルさんもカソカさんも聞いてなかったです、全然全く聞いてなかったです。でもチャケが怒ってんだろうなっていうのも分かってたし、セナタンが引いてんだなっていうのも分かってたからそう、どっちもごめん、本当にごめんっていう気持ちでしたね。なんかもう催眠術にかかるとかは書いてあったんですよ。なんでまあ催眠術、まあ寝るとかはあるのかなとか思ってたけど、まさか犬になってナダルさんになって春日さんになって、それはちょっと
予想できなかったですね、はい、びっくりそこは予想外だったな。でもやりきった感マジ。でもなかなかこうなんていうんですかね、うーん、やることがやったことがなかったお仕事というかだったので楽しかったです。楽しかったっちゃ楽しかったです。とってもやりきったぞっていう気持ちにもなったし、なんかやりきった頑張ったって言える仕事、こんなに胸を張って、うん、本気でどこまでやれるのかみたいな、橋本頑張れみたいなあれでしたね。楽しかったですよ。だから2人はチャケとセナタンは何をするかとかも聞いてなくって、その日なんかドライグのコメント撮りしか聞いてなくってらしくって、そうそうそう、聞いてなかったらしくって、でそうだったっぽくって、うん、YouTube のコメント欄何件かハルピョンはリアリティ感があるっていうコメントがあって、草いや絶対そうだってやりそうじゃんやりそうじゃん私、うん、ワニ飼ってるんですよとか、ワニまではいかないかもしれないけど、なんか今度トカゲ飼おうと思って、トカゲって飼えるんですか、ヘビ、今度ヘビ飼おうと思ってこの間動物園行ったんですよとか言いそうじゃないうん、言いそうじゃないですか。さっきから言ってるけど人のコメントは取らないですよ。でもそういうことは言いそうだし、催眠術はもうかかりそうだし そう、うん、そうなんです。だから全部全部やってそう、うん、だからそのコメントもあながち間違ってない全然正解ピンポーンです。配信終わったらもう一回見たく、え、この後見ますよ、一緒に見よう、一緒に見ます。うん、一緒に見ましょう、ぜひ。もう何回でも見ましょう。やばい。でももうなんかこれが公開されるのが楽しみだけど複雑な気持ちでした。なんかどうなんだろうみたいな、どうなるんだろうみんなの
反応みたいなそんな気持ちでした。ピースのおっさん、うさぎ、白うさぎ、ありがとうございます。これの収録のピョンムービーっていつですか。でももう本当に頑張りましたみたいな話してる時だと思います。もうなんかもうすごい疲れて本当に頑張りましたみたいな言ってる時です。でも誰かが水着グラビアの時のピョンムービー当てておもろかった正解と思いながら、そうそうと、うん、本当に頑張った本当に頑張った。とりあえず いやもう場の雰囲気はマジヒリヒリでしたよ。わーみたいな、二人ともごめんって思いながら、でも私はやりきることが、私がここでやりきらないとこのドッキリは成立しないのが目に見えて分かってたから、うん、最後までやりきる気持ち大事はい、頑張りました。とりあえず、うん、一緒に見ましょう。ぜひどうやって見よう、どうやって見よう、どんぐらいから見よう。ラボーナさん、白塗りのバラ、間違えたチョコ塗りのバラ、ありがとうございます。いや本当に緊張、あと普通にあの通常なんていうの、友達が高校の時の友達が全くあれですよ、もうずっともう3年ぐらい連絡取ってなかった高校の時の友達が、そのノブロック TV さんをもともとあの毎動画見てて、私が出てきてめっちゃびっくりしたって来ました、連絡が急に来ました。はい、うん、なんか本当いろんな方が見てくださってるんだなっていうのは思って、まあ、もちろんツイッターのフォロワーさんも増えましたし、今ここで初めて見る名前の方も多かったりとか、本当いろんな方が見られてるものにあんな私もやばいやつになってるドッキリを そうなんですよ。いやナダルさんが出てるドッキリも見ました、もちろん見ました。でもあれにならなきゃいけないと思いながらはい、そうです。なんかその情報解禁みたいなのがもともと昨日の7時19時とかで、だからみんなにね本当公開されてからじゃないと言えなかったので申し訳ない部分はあるんですけど、でもノブロック TV さん のツイッターとかは全然普通に写真とか出てたし、仕掛け人橋本がみたいな書いてあったから、多分ハロピョン頑張るんだなって思ってた人もいたと思うんですけど、でも、まあ、とりあえず頑張りましたって感じ。
一緒に見ましょう。今見るよ。今見るよ。準備をしよう。11時、分かった。じゃあ11時からじゃあ11時からで。お父さんがピョンズになりたいらしいんですけど、何かした方がいいことはありますか？まず、もうなりたいと思ったらピョンズなんですけど、まず、ピョンズの皆さん、あのピョンズの綴りをぜひコメント欄に書いてくださいこのピョンズの綴りをまず覚えるところから始めましょう。ピョンズはピョンに Z なんですよ。 S じゃないの。よく間違えられるんです。はい、とってもよく間違えられるんです。しょうがない、だって私がわざと Z にしたんだもん普通はね S なんですけど Z にした。ビーズさんが好きなんですかってよく聞かれるんですけど、あの由来は Z の由来は眠たいことが多いから眠たいことが多いからです。寝てるんです私。なので Z です。まあ、あとはあの後付けなんですけど、ファンの皆さんの推しが私で終わってほしいなっていう。アルファベット Z で終わるじゃないですか。ファンの皆さんの推しが私で最後であってほしいなっていう Z。 これは後付けです。はい、余裕で後付けです。そうですね、なんでピョンズのズって Z なんですかって聞かれたらそうやって答えますね。はい、眠たいからっていうのは嘘にしておきますあの皆さんの推し面が私で最後になってほしいなっていう意味を込めて Z にしましたって言いますドッキリの動画見ました。催眠術超面白かった。ありがとうございます。はずい。ありがとうございます。ドッキリは YouTube で見ることができます。今一緒に見ましょう。ノブロック TV、 ノブロック TV さん、まあ多分橋本春菜で検索しても出ると思います。はい、きっと出るはず。あ、出ます、出ます。すごい、もう 9.4 万回視聴されてる。すごい。でもこれを見て嫌いにはならないでください。なんかこれ見て嫌いになりそうだなって思う人はそっと画面を閉じてください。お願いします。ピョンズの方々は圧が怖くないですか？だって。え、マジで怖くないですよ。はい。シャイな、ハルピョン好きのお兄様方と、
楽しいピョンズ女子たち、可愛い楽しいハルピョンのお願いに絶対服従してくれるピョンズ女子たちです。1時間かけて味噌汁飲むってどういうこと？ピョンズ女子はツイン、あ、全然ツイン限定じゃないですよ、全然大丈夫です。あれね、そうなんだよね、なんかツインしてきてって言ったらってね、あれしたよね、多分水着グラビアの時のあれですよね。違うんですよ、生誕祭で、生誕祭だからツインしてきてって頼んだ。そしたら本当にみんなしてておもろかった、可愛かった。すごい、もうすぐ10万回いきますよ、ノブロック TV さん。すごっ、そう、でも私がツインしてって言ったらちゃんとみんなツインしてきてくれて、そのツインしてきてくれた子たちはみんな劇場最前に座れてたので、もう私のおかげですね。はい、すごい、コメント欄もすごい、いっぱいコメントいっぱいある、嬉しい。橋本さん演技うまかった、ありがとうございます。かわいいのと仕掛け人としての奮闘に惚れました、やったー。全部面白かった、今年一笑いました、チャケちゃんがいい子すぎる。非選抜でもこんなに人気チャンネルでがっつり注目される機会が。ハルピョン演技うまい、お芝居上手すぎ、爪痕残してる、最高だった、嬉しい。橋本さんをすご初めて見たけど可愛くてすごく頑張ってて応援したくなりました。嬉しい、ミヨンさんの橋本春奈表でうちに秘めてる野心をしっかり見抜かれてるのを笑う。すいません。まあでも秘めてないと楽しくないですよね、もうポジティブにいきましょう。格闘技でシステマチョイスしてて
橋本さんは富山のローカル局のコーナーで知ったけど可愛くて面白いのになんで AKB の番組で前に出てこないんだろうと思ってたところにこの神企画だって、嬉しい、やってみっちゃ見てくれてるんだ、嬉しい、それが嬉しい、嬉しい。やりきるガッツ、やりすぎてバレると思う。個性的な性格をしており。誰書いてるの、おもろ。AKB ごとなら分かるけど橋本環奈が一人だけ気に入られようとしてるのは絶妙にリアリティある。皆さん分かるんですか、そうなんですか、私。そうなんだよ、絶妙なリアリティ感なんだよな。そう、絶妙なリアリティ感なんだよ。嬉しい、ハルピョンリアリティあるの笑える、だってミヨンさんもハルピョンならいける。絶対もう一人歩きしてんだよ本当に、切り抜きだけがやめてくれ。犬の演技してる橋本さんかわいい。ハルピョンを知ってる人からすると妙にリアリティ感が。もうなんか私のこと多分でもちゃんとは知ってない人ですよねこの方きっと。そう、もう100知ってる方ではないと思います。私の5ぐらい知ってる人が多分コメントしてる。一緒に見ましょう、11時からってあと5分、ノブロック TV さん一緒に見ましょう。いやもちろんコメント全部言いたいなって思ったことだってあるし、一番長いコメント言いたいって思うことだってありますよ。でもさすがに、さすがに取らないです。はい、そりゃ一言のコメントより全部言いたい、当たり前。当たり前です、そりゃそう、別にそこは嘘じゃない、本当です。でも言わないですよ。さすがにイヤホン、あれ、グラビアといい、お父さん台湾で泣いてるわねきっと。誰よ、お父さん、私のお父さん台湾にいないよ。私のお父さん日本にいるよ。はあ。私のお父さん日本にいるよ。うん、およよよよ。ま
my father 日本にいます。テロップ変えませんか。嘘、テロップ変えてない。あれ、テロップ変わってない。私マチャリン。あ、今変わった、よかったよかった。変わってるよね。よかった、一緒に見ましょう。ちょっと待って、お味噌汁。ぬるい。ぬるい味噌汁、あとちょっと。何の味噌汁ですか。なめこ。なめこ、なめこちゃんの味噌汁です。はい、飲みきろ。私が一番好きな味噌汁はもずく。うん。里芋も好き。我吃什么？じゃがいもとわかめも好きです。よし、それでは一緒に見ましょう。きますよ。ね、緊張する。マジで緊張する。いきます。あの、一斉のでのでで押しますね。いきます。一斉ので。何が何でも売れようとする先輩をどう思う ？AKB48 ドッキリで絆崩壊？やばい。やばい、怖い、ドン引き。マジやばい。お願いします。ミオさん、カメラこっち。ももちゃん、はいはい、 AKB かけるドライブコラボ、メンバーが今日売れようとしているドッキリ。やばい。ノロさん、ノロさん。ノロさん会ったことないです。
コラボ動画の撮影現場にスポンサーの偽会長が登場。メンバーの一人が露骨に会長にはまりに行ったらどうでしょう。誰がやるのかに。アルピョン登場。え、しかも嬉しいのこれ、ピョンがちゃんとピョンがちゃんと英語表記なのが嬉しいの。いけるいけるっておもろい、ももちゃん。でんエピソードが破天荒。2つ目がコメント撮りで自分だけ目立とうとする作戦。やばい、絶対やだ。3つ目が会長さんのなんていうんですか、別に会長にはまんなくてもいいんよ。セナタンとチャケちゃん。絶対ドン引き。うん、後輩ちゃん。絶対やだ、絶対やだ。あ、 CM 入っちゃった、CM 入っちゃった。あ、スタートしますよ。3分54秒からいけますかね。3分54秒からスタートします。いきます、いっせーので。ということで、メンバーが今日売れようとするドッキリスタート。はい、お願いします。このちょっとオフ感。イヤホンは左についてます。はい、この時普段は言わないですから。激しいタイプのアプリゲームって何？ぶっ飛んだキャラ、ぶっ飛んだキャラ。やだなぁ。これ考えてるふりして佐久間さんの指示待ってます。やってません。
生だった。どういうこと？どういうこと？いや、わかんない。マジで意味わかんない。システムやってるんで。どういうこと？意味わかんない。エピソード強奪。ねえ、やだ。やだ。やばい。ウサギは本当に飼ってます。めっちゃ真面目。真面目すぎる。チャケが背だったの。もう笑いのに必死。言えよ。ごめんセナタちゃけ。ここで怖っ。怖い。ここでやりますかはやばい。やばい。クマすごくない？私目のクマ。頑張れコンシーラー。しかもさ、私わざとちょっと一歩前に出てんの。ごめんちゃけ。今のさ、ちゃけのさみたいな。え、怖い怖い怖い。あー怖い怖い怖い。
ごめん、チャケ。チャケが飲み込んでるのおもろい。セナタン、セナタン、こわ、ごめん、ごめん、ジャケ、なセナタン真ん中になっちゃった。もうごめんねみんな。目死んでるもん。ごめんね、チャケ。恐怖、もうちょっとふてくされてんのおもろい自分。セナタンにらんでんのおもろい。大政さん、芋虫ありがとう。会長の催眠術に全部乗っかる作戦。セナタン笑ってる。あ、やばいやばいやばい、もう眠そう。いや、こん時マジ落ち方うますぎたよね。あ、CM。CM です。CM。マジなんかもう演技うますぎた。寝る催眠術。15分18秒。15分18秒からいきます。いきますよ。いけるかな。いきます。15分18秒から、いっせーので、やばい。
れてる倒れてる倒れてる、もう笑い、もう笑いですこの瞬間、もうもうだやばいやばいやばいっていう頭、ナダルさんになります今から。もっとって何？もっとって何？マジで。もう涙涙、本当にそれ気持ちです。二人にはいやもうごめんとやりきったの涙聞いてた。かわいいちゃけ。ということで、はい、AKB48 の一人が今日売れようと無茶をしたら他のメンバーがガチでドン引きドッキリでした。もう本当に2人にはごめんっていう気持ちと、なんだろう、でも自分はもうやらなきゃいけないからやるぞっていう気持ちとっていう全部です。もう顔赤くなってきちゃった恥ずかしい、なんかもう照れはず、もうやーみたいな。だから春日さんもそうだし、ナダルさんもアドリブです。アドリブなんて、アドリブっていうか聞いてなかった言葉で、言葉その聞いた時に催眠術しか聞いてなかったから、春日さんになることもナダルさんになることも知らなかったので、もうどうしようみたいな、とにかく強かったです。アドリブではないか、なんて言ったらいいんだ、佐久間さんのアドリブでもここでやりますか、マジアドリブ、ごめんなさい、ストリートファイトすいませんすいませんここでやりますかはちょっとアドリブですやれるわけない獅子舞さん、お紅茶ありがとうございます。ありがとう。
やばかったです。本当に緊張しかしなかったそう、佐久間さんのだからもうやっぱなんかなんていう佐久間さんっていう方自体は私も存じ上げていましたし、オールナイトニッポンもあのあれでしたし、ノブロック TV さんもそのまあ元々 SKE さんのやつ見てたりとかしてたから、すごいすごい方っていうのは知ってたんですよ。でもだからより緊張したし、やんなきゃ頑張んなきゃっていうのもあって、でドッキリは仕掛け人が頑張らないと頑張んなきゃって、もううわーっていうのでした。全部え、はい、エンドレッドさん、アリスクマありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがくまタワー、エンドレッドさんありがくまタワー、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待ってね、ちょっと待って、ポカポカになってきちゃった。ちょっと待って、なのでもすごい、あのぜひコメント、今後の視聴、そして、グッドボタンよろしくお願いします。いっぱいしてください。グッドボタンは1回しかできないけど、コメントいっぱいできるし、視聴するのもいっぱいできると思うので、ぜひたくさん見てください。はい、私もグッドボタン押しとこう。グッドボタン、高評価。そうなんですよね、ここで私がねこの時退出してさたらどんな感じだったんだろうね。それはもうめっちゃ気になる。確かに私が退出してこの二人だけになって喋る時があったら、やばい、 9.6 万回再生になってる、すごい。もうねチャンネル登録はもうしてあるんですよ、もちろん。高評価、高評価しといてお願いします。え、だからその集合はこの3人と一緒だったんです、時間とかで。その時に集まった時になんか今日何するんだろうねみたいな話になって、マネージャーさんに今日何するんですかみたいな、本当チャケチャケもセナタも何も知らずに来てるから、今日何するんですかみたいな話になって、その時に本当そうだよねとか言うのもなんかもうめっちゃ気まずくて、私はもう知ってるから何するか、でもなんか知らない体でいてくださいってマネージャーさんには言われてるから、え今日何するんだろうね、え何も聞いてないよねそう、え何するんだろうね本当にごめんなさい。でももうやりきるしか、もう一日やりきるしかなかったこの日は本当に。はい、もう前髪なくなるぐらいまで。そうなんですけど、
まあでもそのなんていうの、ドライブのコメント撮影ですみたいな話は多分聞いてたと思う。いやもう2人にはもう本当にこのなんだろう、なんかかわいそうだなって思っちゃった、この映像を見て。やっぱよりよりかわいそうだなって思っちゃいました。本当に申し訳ない、ごめんね。なんか最初に集合場所にいたのはセナタンで、でそこにいてセナタン私も行くじゃないですか。でセナタンが今日何するか聞いてますか、え何するんだろうみたいな、もうごめんねって思いながら、何も来てないよねみたいな、もうごめんなと思いながらも、はい、本当に申し訳なかったです。本当に申し訳なかった。でもまあ楽しかったですよ、楽しかったけど、こんな自分がいるんだって思いながら、こんな自分ってやりきれるんだとか思ったりしたし、そう。でもマジでこの日の自分は頑張ったねって褒めてあげたいと思います。なんかもう心が痛くなった。心が痛くなった。でもコメント欄は結構なんか良かったですみたいな、橋本さん初めて見たけどいいですとかっていうコメントがあったりとか、頑張ってていいとか、しっかりやり遂げてていいとか、良かった。いや本当ドボン頑張ってよかった。改めてね、だからドライグも頑張ったんだけどな、悔しいな。やっぱ悔しいな。ハルピョンを知っている人からすると妙にリアリティ、何を知ってんだ私の、こういうところなんだろうね、こういうところがなんかもうなんかリアリティ出しちゃってるんですよね、すいません。タワー来てるよ、あれタワー読んだよね私、あれ聞こえ、あれ読めてなかった、エンドレッドさんありがとうっていうあのやつ、歌ったの、あれカットされてるもしかして、読んだね、読んだ、読みました、ありがとう教えてくれて、歌いましたよちゃんと。なぜかもらい泣きしました。でもそう、何回も名前をさ、こうテロップを出してくださってたじゃないですか、それがありがたいなと思いました。絶対同じ顔に見えてる人もいると思うし、一番頑張った橋本さんより他の2人、特に大竹さんの好感度が爆上がり。おーい
テレ東高橋さんと絡ませるドッキリ希望。もうやってんのよ高橋さんと、なんもう番組やってんのよ AKB 意外と。初めて橋本ちゃんを知りましたが、めちゃくちゃ可愛くて好きになった。嬉しい、ありがとうございます。橋本さんやりきるのすごい。面白かった、橋本さん面白かった、売れるよ。やった。嬉しい。橋本ちゃんのかける側が上手すぎました。イエーイ。コメント撮りで橋本さんが暴走してもカメラ回ってる間はとりあえず飲み込んで顔作って成立させようとしている大竹さんがとてもプロフェッショナルでした。それな。マジそれ。あの時のチャケの顔がさ、もうみたいな顔が、もう本当にごめん、本当にごめんって思いました。うん、ひろゆきさんとお酒飲んで、そうですね、ひろゆきさんと、はい、お酒飲んでましたね。ひろゆきさんとお酒飲んでたぶりに発見しました。ありがとうございます。恥ずかしい。私やばい映像結構 YouTube に載っけてますよね。そう考えたらひろゆきさんとお酒飲んで、なんかすごいたどたどしくなって、佐久間さんにめっちゃ無茶ぶりされて犬になって、コメント、人のコメント奪って、やばい映像しか YouTube に載せてない。ハルピョン、いい演技、めっちゃ可愛い、めっちゃ好きになった、嬉しい。初めて拝見したんですが、橋本さんのことを好きになりました。コメント取られた右の人の構え方がめちゃくちゃ可愛い。それな。マジあの瞬間のチャケ、マジもうごめんって思っちゃったけど、よい。ハルピョンいいキャラしている。ハルピョンもチャナタンもチャケも頑張った。コメント収録のとこ見ててドキドキしました。そうですよね、ハルピョンっていう人生のリアリティさ。おい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 、まあ、微妙、ほんと絶妙なリアリティなのよ。それがまた面白いのよ。確かにこれを見て YouTube で橋本春奈を検索してもらって、橋本春奈のやってみっちゃを見てもらえればいいんですけど、なんか変な切り抜きとか見てほしくない。適当に切り抜かれてるやつとかね、それを見られると嫌ですよね。そうだから切り抜きやめてって言ってるんですけど。そう、橋本春奈のやってみっちゃを見てもらえればね嬉しい。ハルピョンのやりきるガッツに感動しました。橋本春奈ちゃんは可愛くてパフォーマンスもキャピキャピで、ザ・チーム B のメンバーですが、だいぶ個性的な性格をしており、非常に AKB。 あれ、ともゆきさん、お紅茶ありがとうございます。ありがとう。橋本春奈初めて見たけどいいキャラしてるね。ありがとうございます、嬉しい、嬉しいと思って、この人のコメント押したら、この人のアカウント名ペテンシって書いてあった。嘘かーい。嘘かーい。ペテンシなんかーい、おーい。本当であってくれ。
シンプルに橋本さんが可愛いのと仕掛け人、あ、これさっき読んだ橋本春奈さん、橋本さんの演技が上手かったです。ありがとうございます。最近 AKB 全然見てないけど、橋本さん大変だっただろうし、大竹さんはすごく性格が良くて押せます。仕掛け人難しかっただろうけど、やりきっててめっちゃ良かった。ハルピョンがここまでやりきっ、そうですよね、私多分あんまやらない人間だと思う。やってるんですよ意外と。チームも木もチャケと被ってないのになんで仲いいんですか。でもチャケもセナタもマジドボンがきっかけでちょっとずつ仲良くなって、ドボンライブとかもあって、でまあチャケはまあ本当それが、あとはバレンタインの一昨年去年一昨年かのバレンタインの時に一緒にチョコレート作ったりとかしたのがやっぱ大きいなっていうのと、でもセナタンはでも一番大きいのは本当あのゆいさん、横山ゆいさんのあの卒業公演に私とセナタンが2人こうなんて言うんだろう、もうゆいさん慕ってるぜみたいな後輩の2人として呼んでもらえて、そこから喋るようになって、でチームが、ね、新チーム B で一緒になってより喋るようになったっていう感じかな。そうそうです。アイドル相手だけどお笑いしつつ容赦ない企画なのめっちゃ好感持てるから AKB にとってもプラスだと思うこの企画で爪痕を残してグループとして売れようとする橋本さんに執念を感じましたさんが最高だったのでまた出演してほしい、嬉しい、ありがとう。催眠術のところめっちゃ面白すぎました。橋本春奈さんすごく見たけど可愛くてすごくて頑張ってて応援して、もうなんかもうさ、なんか辛くなったらこれ見るわ辛くなったらこれ見るわ。みんなもそうして絶対笑えると思う。お顔小さいし可愛いし愛嬌あるし面白いし、こんな方がいらっしゃったなんて。私のことか分かんないけど私のことだと思っとこう AKB よく知らないけど泣くぐらい頑張った橋本さんは覚えた、嬉しいありがとうございます。でも泣くぐらいもうなんかもうもううわーって感じです。私がこんな頑張ってるの見たらもうみんなも頑張れるでしょとか言って、芸人さん出てないけど面白い、橋本さんナチュラルすぎる、アドリブもすごい、またのご出演期待してます。佐久間さんは女の子をよく泣いちゃう、佐久間さんが私を泣かせたわけじゃないですよ別に、佐久間さんの指示で泣いてるわけじゃないので、あの本当ただただ頑張ったっていうやりきった自分。石渡さんの引きつった顔が面白かったのと、大竹さんが良い子なので押せそうと思いました。私はいい橋本春奈さんが普段どんな人なのか気になりましたこんな人です。橋本さんの振り切った演技、みんなAKB の認知度アップにつながったと思います、嬉しい。性格悪い企画ってやっぱり面白い、わー性格悪い
私ハルピョンならうちに秘めた野心があるからドッキリじゃなくてもありえそう。ありえちゃうのか私なら。おもろいな。いやでもまあでも怖いっすよね、コメント取る先輩は。さすがにあのコメントは取らないんで、本当にすみません、それだけは。あのどんだけ一人で売れようと頑張ってレスとか、あのステージ上でのレスとかを頑張ってたとしても、あのコメントは取ることはないです。はい、一言でも多く言いたい気持ちはもちろん強いけど、人のコメントは取りませんので。セナタンに後で LINE しとこう。なんかセナタンにちょうどセナタンと LINE してたから別の話で、なんかもうごめんってうん、改めて。改めて謝り。コメント止まった、あった、コメント止まったと思ってたけど流れてたわ、ちゃんと。コメント取って何食わぬ顔してるのが怖かったです。いやそういう演技、そういう演技。やりそうだけど、そういう演技。うん、やりそうだけども、楽しかったです。二人の前で一人で言いたかったとつぶやくのが怖かったです。一つ言えるのは、ここのみんなは橋本を裏切らない。ありがとう。演技できるし顔に汗かかないから、顔マジ汗かかないんで、演技できるかは分かんないけど、なんか頼まれたことをやりきることはできる、うん、かな。そう、頼まれたことをやりきるってことはできるかな。インパルス板倉さんの支持企画も見てみたいです。私はどんだけ支持されるんだ。でも支持された方がやりやすいので、はい、もう支持してください。泣いたのは演技じゃない。演技で泣いてたらすごい、さすがに。それは女優。まだ私はアイドル。いやでもみんながね頑張ったって言ってくれてよかったです。ありがとうございます。楽しかった。計算じゃない、計算じゃないよ。
計算じゃないです。頑張った頑張った。以上。なんだ仕掛け人のはずが佐久間さんに仕掛けられてた本当に橋本春奈どこまでやれるのかドッキリ頑張りました。あー顔熱。ね、もうすぐ10万回嬉しい。すごっ10万回ってすごい。すごくない？AKB48 がめちゃくちゃガッツあったんでやりすぎた結果後半結構な空気になりましたって佐久間さんめちゃ、まあ、嬉しい。めちゃくちゃガッツあったって思ってもらえてるのは嬉しいですけど。嬉しいですけど、でもやりすぎですって楽しかったけどね。そう、峯岸さんのマネージャーさんがねツイートしてくださってて、後でコメントしようと思ってるんですけど、普通にただただミーヨンさん目当てで見たこのなんていうのドッキリの映像。ミーヨンさん目当てで見ましたが、ハルピョンさんがすごすぎてナイスファイトでしたって言ってくださっててそう嬉しい。ツイッターで言ってくださってるんですよ、うん、嬉しい。ミヨンさんをし、ミヨンさんだって事務所がね、ほらご一緒じゃないですか。だからリツイートしてた。そうそうそう。いやがんばっっていう感じでした。田辺先生もツイッターで笑って、え、マジ？田辺先生時々思い出していやーって言ってそうやばい。それはなんて送るのが正しいんだろう。
これで。これでいいや。とうとう正統派諦めましたから、だからもうこの人はもうなんか昨日おとついぐらいからもうなんか私に対してもなんかもう嫌なことしか言ってこない。芸人さんは会長に向けてやったのに、謎に犬になったらチャケに向けてやってた。いやだってさ、私がここでさ会長さんにさワンワンって言うともさ、みんなどういう気持ち？推しが、推しが、まあ自分よ、まあ確実に私よりも年上の男性の大人に足元でワンワンってやってたの。みんなどんな気持ちになるんですか？あれはもうチャケに行くのが正解でしょう。もう。あれはもうなんかもう普通に一人の女性として会長に行くのはまずい。絶対やばいやばいやばいです。催眠を受けるのがタイミングが練習したのかと思うほど完璧でした。してないです、練習。練習してないです。でもまあ本当貴重な経験させていただいて、自分ってこんなにやりきることができるんだって思ったし、マジ催眠術の一番最初の寝るのは自分でもうまかったなと思います。ちょっと2回目あれだったけど、1回目うまかったですよね。あれはうまかったですね。自分でも自分を褒めたいなと思います。やばい、待って、今何時？12時。え、すごくない？ノブロック TV さんの話2時間喋ってんの、やばい。すごっ、反響やばい。まあ一緒に見よう配信、まあでもそれも20分とかですからね。うん、すごっ、2時間喋ってた。すごく、とってもそうね、濃い映像でした。まあ本当皆さん何回でも見てください。もうはい、もうあのナダルさん超えはちょっと厳しいかもしれないけど、あのナダルさん超え目指して YouTube、 はい、今から公園でチャケちゃん見に行くけど、なんで？ドッキリの表情がちらつきそう。誰か言ってほしいな。やっべーぞ。言ってほしいな。いやお見送りでさ、ファンの皆さんが喋れたらさ、マジで言ってほしい。やっべーぞ。言っちゃってる。絶対嫌だもんな。楽しかったです。え、本当に楽しかったな。そう、次の公演で誰かのコメント奪ってほしい。それは無理、マジで無理。
もうとにかくなんか自分ってこんなできるんだが強かった。あ、そう、2月10日公演出演します。ぜひ皆さん見てください。見てください、何を見るんだろう、普通に来てください、待ってます。あと、はい、グラビアも、水着グラビアやってるのでぜひ皆さん見てください、お願いします。2月10日金曜日だね。11が普通に土曜日で、何もなんで11お話しかいないんだろう、なんかあんのかな。11は波動があります。でもお話し会がなかったから波動を入れたんでしょ、きっと。なんかあるのかな、まあいいか。あ、で2月8日はまだなんか出てない、公開、情報公開してます？まだ多分出てないと思うけど、とりあえず夜は開けといてください、お願いします。で、10日も開けといてって言ったのは大丈夫。12はお話し会ですね。そんな感じです。15も開けといてください。ギルドバトル今開戦中だ。ちょうどギルドバトルしてた、ドライブ開いたら、はい、あとは、あ、そうだ、公演、まあ、私が昨日こんななんかやっべーぞ言っちゃってるとかねちょっと本当やってて楽しかったところで恐縮なんですけど、昨日の雫公演、夜公演でハワちゃんが卒業発表して、なんか直接本人からは聞いてなかったんですけど、とってもな風の流れの噂で浜が卒業発表、卒業を考えてるみたいなっていうのは知ってて、そう、まあ、いつ頃発表みたいな話も聞いてたから、そう、風の噂で噂って怖いよね本当に。なのでそうなんだっていうのは知ってて、まあ雫公園にこの間昨日か出るっていう時に、大西と浜の関西コンビの2023年初登場みたいなアメブロさんのコメント見て、今日発表なのかなとも思いつつ、うん、っていう感じですかね。そう、だからまあ知ってはいた、卒業することを。それは匂わせとかじゃないと思うんですけどね、ただただ普通に運営さんは普通に書いた文章だと思うんですけど、でもまあ今日言うだろうなっていうのは思ってました。
昨日ね、昨日今日言うんだろうなっていうのは思ってた、正直。だからツイッターがハマハマハマみたいになってたのを見て、あ、言ったんだなって思ったし、そうだなってなりました。なんか女優さん、一から女優さんになるっていうことのっていう夢を叶えたくって今回決断したみたいな。話を見ました。だから今後も全くなんていうの、ゼロからか、ゼロからお芝居と。今後も全くもって皆さんの前に出なくなるっていうのは多分ないとは思うので、でもハマがいたから、なんか MC にハマがいる時のなんか自分、とりあえずハマに乗っとけばおもろいか、ハマをおいおいって言っとけばおもろいでしょみたいなのはあったから、そういうメンバーがやっぱいなくなっちゃうっていうのはすごく寂しいけど、でもシガーでもさ結構いろんなことやってたりするしね、バスケの仕事も多分個人でっていうか個人の仕事が浜は多いじゃないですか、結構。だからもし私が雫公園でアンチの振りをなんかこの人よりやろうって思ったのが浜で、そうなんですよね、これ言ったことないんですけど、どこでも浜の振りを見てやっぱ背格好も似てるしっていうのもあって、人より大きく動くぞっていうのってやっぱちっちゃめのメンバーって結構意識してることだと思うんですけど、それをハマがすごいアンチでやってるのを見て、あ、私はこの人よりも踊んないと同じただちっちゃいだけの人になる、ん？同じだけどただちっちゃいだけの人、身長の感じは一緒だけどただ動いてる、動いてない人になるのは嫌だなってなって、この人よりやろうっていうのはすごいいつも心がけてたし、その雫公演の中盤曲を本当に自分のパフォーマンス、中盤曲の私のパフォーマンスを知らぬ間に浜が気づいてないと思うけど、でも私の中ではこのメンバーよりっていうのはあって、それが浜でした。だから、すごい寂しい気持ちでいっぱいです。とっても。本当に大きなものを。浜はエイトにも AKB にも多分残してくれたし、まあでもまだね、今後も演技をゼロからやるってことで、絶対ファンの皆さんにはの前には現れる
存在であるのは間違いなくて、だからそこに関しては正直みんな良かったじゃんっていう感じだし、まあ、2月のお話し会で最後にしたとしてもやっぱエイトの最後の活動休止、一旦のこのメンバーでの活動休止のコンサートには出てくれるっていうのが私の中ではすごく嬉しくって、そこまでは絶対一緒に活動できるし、5月え卒業公演はいつするの決まってる？見て、全く見て。でも4月30で卒業って書いてあるから、え、でも大体公演の後ですよね、コンサートの後ですよね卒業公演。え、どうなんだろう、卒業公演してからコンサートってこと？でも浜こそ本当多分やりきったっていう卒業なんじゃないかなっていうのを思ってて、あとは外でやりたいことが見つかった、本当私にとってはすごい濃い辞め方だなって思ってます。一番理想の辞め方、うん、やりきったし、なんていうの、新しくやりたいことがあるっていう、ですよ。一番綺麗な、かっこいい、マジでかっこいい。私の理想の卒業。どうなるのか分かりませんが、うん、いろんなメンバーの卒業があるので、しんみりしたコンサートにはでもなりしたくないっていうのは強く思ってて、私の中ではね、まあそれぞれ卒業するメンバーがどういう気持ちなのかは知らないけれども、でも私の中ではやっぱ活動休止は別にしんみりしたこと、まあ悲しいよ、エイトとしての活動が、ね、できなくなるのは悲しいけど、でもしんみりしてズーンってなって、なんか最後やりきったって思えなかった時の方が嫌なので、最後はやりきったねって思えるように活動休止のコンサートにしたいなって思います。
頑張る。私はとりあえずワニ買うわとりあえず私はワニ買うわ。うん、そっから始めるね一旦。ワニ買います。ということで12時15分30分に終わろうかな。パンダさん、猫ありがとうございます。あ、なんか一曲歌おう。カラオケじゃなくてアカペラだけど。だからさ、3月24日のさイベント、なんか卒業するメンバー2人いるんだけどでもハルピョのこと見てね、みんな。25日か、石川でのイベント頼むよ大阪の山ちゃんさん、お紅茶ありがとうございます。ハルピョのことだけ見ててね。石川待ってます。ホンダの森ホール。何歌おう。ワニ、 AKB ワニなんかある大政さん、白うさぎありがとうございます。 AKB ワニ、ももちゃん、え、ももちゃんってそうじゃん、アリゲーターじゃなかった事務所、そうですよね。ももちゃんっぽい曲歌おう。ももちゃん、いやマジプライベートサマーしか出てこないな。でもも歌ったけど、一回プラサマで、プラサマ好き。夏は過ぎて君は無邪気に青空に手をかざし、何を見てたのか、プライベート様を、うおを、うおを、スプリンクラー回っては、あとかガランとしてるラグビー場を、スタンドの端に腰をかけてた。終わったものは試合だけか、どこかでホイッスル鳴ったようで、ずっと友達ならばよかったのに、愛はその距離感が微妙だ。風の向きは変わって、待って、わかんない。風の向きは変わってしまう、あの空の雲だって流されてゆくんだ。いつの間にか季節は巡り、僕たちは思い出に迷い込んだ。プライベートさんは合ってる、ね、やばい、ミラーボールを歌ってるはずなのにミラーボールが追加でくる。ありがとうございます。アーターさん、エンドレッドさん、パンダさん、ありがとうございます。アーターさん、パンダさん、エンドレッドさん、パンダさん、4つ。皆さんぜひ、あのアリスのやつ、アリスのギフトを待ってます次の台風
いくつ目だろう、天気予報なんか見なくなった、もっと昔のようにふざけてたら、二人言いたいことを言えたね、恋の名残抱きしめたけど、僕たちの関係はどうなるんだろう、夢はいつも儚く終わり、残像と後悔が輝いてるプライベートタイム、焼けた旗が焦ってくみたいに、君も夏もどこか行ってしまう。すごい、アーターさん、トランプフレームありがとうございます。すごい、ありがとう、アーターさん、ありがとう、ありがとうございます。風の向きは変わってしまう、あの空の雲だって流されてゆくんだ、いつの間にか季節は巡り、僕たちは思い出に迷い込んだ、プライベートサマー、ウォーウォーウォー、スプリンクラー回って、ウォー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 、恋は虹になる。ありがとうございます、わかんないけどありがとう。そして熊高さん、赤じゃない、なんだっけこれ、お紅茶だっけ、え、何でしたっけ、合ってます、ありがとうございます。アーターさんもありがとう、パンダさん、白うさぎちゃん、ありがとう。ということで、キラキラをちりばめよう、鈴葉超絶推しオレンジさん、すごい。白うさぎちゃん、ありがとうございます。ちょっとミラーボールいくつ歌えたんだろう、これで。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34。え、すご、この曲、この曲34個もミラーボール、すご。今の今来た4つ分とどっかから30個分。お茶さん、ともゆきさん、お紅茶ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。今誰がいる、今ここに誰がいる、あ、竹兄さん、ミラボルありがとう。じゃあ竹兄さんのここにある2個と今来た3個、 1個分で3個、はい、あと30個ですもんね。ネバーストップさんもいる、ネバーストップさんの2個いただきます、ありがとう。5、これで5。アーターさんもいたよね、アーターさんの6個なので11。てつやさん、チェシャ猫ありがとうございます。てつやさんもくれてます、てつやさんめっちゃくれてる、あ、待って、てつやさん一人で29個くれてる。で、てつやさんの19個分もらいますね、11で、これで30、34個。てつやさんありがとう。てつやさんが今まで貯めてたミラーボール、でもこれでもまだまだあります、いっぱいあります、はい、びっくりするぐらいまだ皆さんの分が残ってるので随時歌っていきたいなと思います。
まだ1曲じゃ片付けきれないぐらいの曲数がミラーボールの数あるので頑張って歌います。ということで、あ、待って、コメントあれ変えてなかった、テロップ。まあとりあえず本当に何回でも見てください。この視聴、前々から言ってる通り、橋本春菜のやってみっちゃもそうなんですけど、本当に視聴数が、皆さんがどれだけその人のことをなんか求めてるかとか需要度とかが分かるので、なんかもう見てなんか嫌なコメントされてても私は別にいいんです。なんでかって視聴数が上がってるからなので、視聴数といいね、コメントをぜひよろしくお願いします。はい、高評価とコメントお願いします。10万いった？本当？いってます？マジ？すごくない？本当だ、 10万回突破、すごーい。いっぱい見て、多分こっからが大変だと思うので、やばい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 ポコちゃんの CM 入っちゃった、ダメじゃない、やばショールームダメじゃん、危な。いい意味で体を張ってていいと思う、ハルピョン頑張った。このドッキリをやるにあたっての人選が絶妙で草仕掛け人の子可愛すぎる、嬉しい、ありがとう、優しい。草生やされちゃいました。ということで、もうどんだけ草生やされてもいいんです、見てくださいそれでは、皆さんぜひノブロック TV さん、私の多分ツイッターの URL とかからも、ツイッターに載っけてある URL からも見ることができるので、ぜひそちらも飛んでみてください。よろしくね、もう何回でも見てください、よろしくお願いします。それでは最後にランキングを読みたいと思います。まもなく半になります。お腹空いてそう、みんな。私味噌汁飲んだからそうでもないけど、あとはね、マネージャーさんからもめっちゃ声出して笑いましたって来ました嬉しいいやマジ体張った甲斐があった、本当に頑張った頑張っただから元気なくなったらぜひ見てください、この映像、どんだけでも笑ってください。よろしくお願いします。それではいきます。1位、エンドレッドアートピョンズさん、ありがとうございます。このタワー、クマさんアリスタワー、ありがとうございました。2位、アーターアートピョンズズズズズさん、ありがとうございます。3位、エーダシアートピョンズさん、ありがとうございます。4位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。5位、パンダさん、ありがとうございます。6位、ピースのおっさんさん、ありがとうございます。7位、一乗寺ひかるさん、ありがとうございます。8位、ともゆきさん、ありがとうございます。9位、ネバーストップアット推しの覚醒がやっぺぞやばくないんよ何もやばくないんよ
ありがとうございます。10位すみちゃんアットネタ多すぎてお話し会の時間足りないな、だからいつも言ってるじゃん、いつも言ってるじゃん、撮れる時に撮る。お11位大政アット015さんありがとうございます。12位ベベモンさんありがとうございます。13位バージョン R さんありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はゆうぴょんさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日は、明日の配信時間がマジで分かんない微妙な感じ、ほんと夜はどうなんだろう、朝は厳くて昼過ぎ、最近のあれと同じかも、最近の平日ぐらいと同じ時間かもしれない、分かんないんですけど、またちょっと待っててくださいということで、今日も一日配信見てくださってありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいなと。最近夜寂しいね、待ってて、火曜日は多分夜、むしろ夜ちょっとね、月曜は明日は厳しいんだよね。そう、うわ、わかんない、火曜も水曜も、あ、待って、ちょっと待っててください、私の方、またということで、最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで18,119人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。1万人でお弁当食べたいな、ありがとうございました。それではまたねバイバイ、ありがとうございました。ノブロック TV さん、ぜひ見てください。またねー。